どうもこんにちは、れんちゃんです。今回は平成最後のガチャということで、100個魔法石入ったので、こちらを、まあ、スーパーゴッドフェスの前半に使っていきたいと思います。ラインナップ見れるかな？見れましたね。狙いたいのが、ヨグソトース。まあ、火属性なんですけど、ヨグソトース。あとは、アルテミス、とか、まあ、マドゥーもそうですし、ソニアとか、まあ、その辺狙っていきたいですよね。そうですね。下の、その他のラインナップ以外をちょっと狙えたらなって思います。はい、では、10連引いていきましょう。10回で、1回に10個。OK。では行きます。1回目来い。おー、これは何でしょう。グレモリー8レアだから、もしかしたら当たりかもしれないですね。次、来い。おー、マドゥー来ました。マドゥー、マドゥー来ましたよ。いいですね、マドゥー。3回目ゴー。こちらがラクシュミー。うん、なるほど、ラクシュミー。転生は1個持ってますね。はい、4回目ゴー。ラーですね。覚醒後か。まだ転生は持ってないみたいです。転生させましょうかね、今度。では5回目。ゴー。おー、嬉しい、レイラン。覚醒レイラン。これも転生させましょう、うん、レイランめっちゃ好きなんですよね。では6回目ゴー。カリン、カリンも2体所持ですね。これも転生させましょう、後で。7回目かな？ゴー。芝居、持ってないですね。あ、持ってる持ってる。すげえ。こっちを持ってんのか。なるほど、覚醒の方の芝居が当たりました。いいですね。ツーウェイ攻撃が4つもついてる。8回目では行きましょうかね。おっと、ロミアかな？
おーしゃあ、これはいいぞ。飲み屋。うちの、コマさんパーティーに欠かせない子が出てくれました。さすがです。で、あとは、アルテミスとかヨグソトゥースとかかな。その辺が当たれば、OK ですね。欲しいなぁ。では、9回目いきまーす。GO!これはなんだ?マッハっていうキャラか。お、この時点で結構リーダースキル強いですね。8割以上で攻撃力10倍。8割以上で攻撃力10倍。満タンの時12倍。4色同時攻撃でダメージ軽減 1.5 倍。おー、で、ラストが?逆に 50% 以下で10倍、7コンボ以上で 1.5 で 50% 以下の強化。おー、めっちゃいいっすねこれ。どっちがいいかはちょっとわかんないんですけど、まあ、ゼウスと同じように考えちゃうならこっちより下の方がいいのかな。下がってる方が強いかもしれないですね。まあ、倍率的にはあれですけどね。おっと、いっぱいだ。じゃあ、拡張しようかな。もったいないけど、拡張しました。じゃあ、ラスト引いていきましょう。アルテミス欲しいな。出ないかな、アルテミス。来い。おっと、これはなんだ?最後のこれはなんだ?シャズっていうキャラですね。アシストモンスターか。ダンジョンボーナス、闇属性強化が2つと、HP 強化と、コンボドロップ。なるほど。で、新構えが?ベロア。こんなキャラなんだ。5コンボ以上で攻撃力と回復力が3倍の闇を6個以上つなげて消すと軽減の6倍と。これ結構強くないですか?指ついてるし。落ち込みがないのがちょっとあれですけど。これ戻したいな。前もゼラこの状態で引いた時戻せたんですよね。今度戻してみようと思います。ということで、最後は確認ですね。今回当たったキャラの確認させていただきます。今回10連で、グレモリー、マドゥ、ラクシュミ、ラ、レイラン、カリン、シバイ、ロミア、マッハと、ベロアの帽子のシャズが当たりました。結構あれですよね、確率的に、まあ、低いわけではないんですけど、その他じゃないキャラが、そうだな、マッハはちょっとわかんないんですけど、4体は当たってましたね。だいたい半分ぐらいで出るっぽいですね。結構、いいんじゃないでしょうか。今回のガチャは。はい。といった感じで、今回はガチャ動画になりましたが、ここまでにしたいと思います。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。皆さんも、もし石に余りがあるようでしたらスーパーゴッドフェス引いていきましょう。ではまたね。